ゲームギャザは、ホビージャパンが1999年から2006年にかけて月間で観光していたゲーム雑誌。1999年8月に創刊。2006年4.5月号にて休刊し、ゲームジャパンへとリニューアルされた。創刊当初は、トレーディングカードゲーム、中でも、マジック・ザ・ギャザリングに力を入れており、氏名も同ゲームを意識して付けられた。 表紙には、迷子を MTG のロゴがあしらわれ、MTG プレイヤーの間では、純公式、出読雑誌といった扱いであった。しかし、日本における MTG の人気の低下に伴い、2003年2月号から、表紙に MTG のロゴや、ギャザガールをあしらわない形にリニューアル。以後、ダンジョンズドラゴンズなどのテーブルトーク RPG や、 三国志大戦などのアーケードゲームなどの記事が増加。2004年にはマナバーンとして MTG の記事を分離するなどしたこともあり、徐々に MTG の記事は減っていった。2006年3月、ゲームジャパンへとリニューアルし、その歴史に幕を閉じた。また、観光初期の表紙には、田中国彦によって12人の少女キャラクターが描かれていた。後にはこれを、 ギャザーガールと称してをモチーフにした TCG アクセサリー類、デッキケースやカードスリーブなどが発売。2002から2004年頃にはホビージャパン社の公式サイトも立ち上げられていた。2017年からはホビージャパン社の田中国彦公式ネットマガジンワンビジョンズにおいて描き、おろしの新規イラストが掲載されている。ありがとうございます。